はい、やってきました。大阪南の堀江でございます。以前突撃隣のカジノバーでお世話になりましたアミューズメントカジノバープラス2さんでございます。ボンズ TV の時間でございます。今回は以前お世話になったお店さんを回ってみよう、時間経ったけどあれからどうなってるのか聞いてみようの回でございます。そのうちの一件がこちらですね。本当に今回はノーアポでございます。完全突撃でございますが、撮らせてくれるのかどうかというところもありますけど、このままお店さんの方に伺いたいと思います。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。代表の下地さんでございます。はい、前回はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お元気されてるかなと思いまして。元気は元気です。もうみんな元気です。先日のバースデーパーティー盛り上がりましたか？めちゃめちゃ。あ、それは良かったです。見たよっていう人とか反響とかどうですか？いや、いないじゃないですかね。あ、ほらちょっとつまみ。そうですね、耳には入ってないですね。あ、そうですか。いや、わかりました。相変わらずでもあれですね、盛り上がってますね。最近ほんまにすごいです。あ、最近すごいんですか？最近もうやばいですね。動画効果は別ですよね。正直言っていいですか？別です。悲しいからですけど。嘘をつくのもね、なんなんでね。そうですね、はい、今もその埋まってるタクはフォーカーのタクですもんね。全部フォーカーっす。いや、でも盛り上がっててよかったです。今から出てきてくれたらありがたいなと思うんですけど、 YouTube 見たっていう人、これを機に待ってます。はい、またぜひぜひ。あ、おはようございます。おはようございます。名前リオって言います。リオさん。はい、ありがとうございます。いや、こんなイケメンさんもいらっしゃるという。ゲーム何が好きですか？バカラです。またよかったら一緒にやっていただけませんか？はい、よろしくお願いします。はい、またお待ちします。またぜひ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひぜひ待ってます。はい、また来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけでやってきました。以前お世話になりました、こちらネオンさんでございます。今回は全くのアポなし訪問でございますが、前回から少しお時間経ってますので、アポ取ってないんで行けるかどうか分かりませんが、突撃してお話のを聞きたいと思います。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様でございます。お疲れ様です。はい、一輝と言います。お久しぶりでございます。はい、あの一輝飲みが得意な一輝さん、はい、今日はゆうぱんさんは先ほど帰られまして。あ、マジっすか、残念。はい、その後様子はどうかなというところで、はい、お聞きしたいなと思いますんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。ギムレットっていうカクテルでございます。あ、ギムレットですか。はい、さっぱりしますね。美味しいです。かっこいいですね、やっぱり。いや、よく言われますね。言われるかい。ありがとうございます。あれからあの店の方はありがたいことに繁盛しておりまして、忙しくなっております。あー、よかったです。今日はね、ゆうぱんさんのね、あのメガネをつけたあのゆうぱんですが見たかったんですけどね。こちら、ゆうぱんです。でもよかったです。お店さん盛り上がってるようで。はい、おかげさまで。ありがとうございます。ゆうぱんさんにもよろしくお伝えください。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ僕はこの後違う撮影に行くんで。はい、またね、お待ちしております。はい、今後はどうされるんですか？インフルエンサーとして、あのモデルとして芸能界で活躍したいと思っております。応援の方よろしくお願いいたします。 TikTok の方で活動させていただいておりまして、そちらの方で影響力をつけて、最終目標としては夢を持つことの大切さを日本に広めたいと思っております。おー、熱いですね。はい、頑張ってください。ありがとうございました。はい、頑張ります。お疲れ様です。はい、お疲れ様でございます。Shinshirakawa. The stop after Shinshirakawa will be Nasushiomaru.